はい、こんにちは。また今回も福袋ですね、買いました。リトル東京マーケットプレイス、昔の三つ上がったところですね。あそこで買いました。でホッチキスの方は危ないのでね、ここにホッチキスがついてたんですけど、それは取りました。そしてはい、中身が開けるとですね、まあ、お楽しみなのでちょっとね、お見せするのもなんか申し訳ないかなって気もするんですけど、こんな感じでした。はい、はい、まあだから他の福袋も同じように入ってるんでしょうね、多分ね。まあお菓子がやっぱり入ってるんですね。これで10ダラですね。で30ドル相当入ってるというふうに書いてありますね、言ってましたんでね、買うと。でこれが入って日本のじゃないですね、これね。はい。で、次は。あ、これは日本のだ。明治の、いちごチョコレート。入ってたですね。で、あと、これ。あれ、韓国のオレオ。ナビスコって書いてあるね。あれ、韓国のオレオがあるんだ。で、ここ、これが、お茶。ティーパック、ヨギって書いてあるな、ね、この会社ってね、ヨギだって、ヨギかヨギかな、え、なんイーストティーカップに、オレゴンだ、これオレゴンだね。で、それはなんだ、なんか、グミあれ、違う、グミっていうか、ドライフルーツか。あ、スープだ、味噌汁。あー、味噌汁。え、あ、またこれ。そしてこれなんだ。あ、ドリンクだ。ウォーターメロン。スイカのドリンク。そしてキューピーのマヨネーズも入って、結構これもするよね。結構するよね。そして最後これ。これはそばだ。あ。韓国だけど、なんか日本っぽいそばだね。あー、そば。これで天ダラは安いよ、絶対。ね。以上でした。これ。ね。こうやって。これで10ドル。天ダラは安いよ。これは絶対もっと取れるね。はい、お得でした。はい。